デルタ3はアメリカ合衆国の衛星打ち上げ用使い捨て型ロケットである。開発、生産はボーイング社。最初のデルタ3は1998年8月27日に打ち上げが試みられた。最初の連続2回失敗し、3回の打ち上げは予定の軌道よりも低い軌道に模擬のペイロードを投入した。 デルタ3はこれまでのデルタロケットシリーズのデルタ2の2倍の重量のペイロード投入能力である8400ポンドの貨物を静止トランスファ軌道へ投入する能力があったが実用化には至らなかった。価格は85ドル M。1990年代を通じて人工衛星の重量は着実に増えつつあった。増大する重量のペイロードをデルタ2では 打ち上げることはできなくなるということが明らかになった。さらに、デルタロケットはミッションに柔軟に対応でき、運用経費の低減よりも開発費を抑えるように設計されたために比較的複雑なロケットだった。ボーイングは市場での需要に対応するために打ち上げ能力を向上し、競争力のある価格設定と車上での運用を優先する必要性があることを感じた。 1998年8月27日のケープカナベラル空軍基地からの初打ち上げが失敗した。原因は、デルタ2から移植した一段目の飛行の誘導コンピュータのソフトウェアの不具合が原因だった。姿勢制御に使用される油圧装置の減圧により、制御を喪失し機体は破壊された。このため、ギャラクシー X 衛星は大西洋へと墜落した。 同様に1999年5月4日の2度目のケープカナベラルからの打ち上げも失敗に終わった。2段目のエンジンは圧力以上と破壊を検知して燃焼中だったがエンジンが停止した。オリオン3衛星は不適切な軌道に投入されてしまった。2000年8月23日の3回目は d m f 3平ロードの打ち上げだった。 これは HS601 通信衛星を模倣したダミー衛星で機体の状態を監視するためのセンサーが備えられた。最終的な軌道は予定よりやや低い軌道であり、延地点は 3000km で許容範囲内でボーイング車は成功であると発表した。しかし、複数の要因により衛星の打ち上げ市場は縮小しており、2度の連続する失敗により、 顧客から信頼を獲得できず、新型のデルタ4の登場により、この3回目が、デルタ3の最後の打ち上げになった。デルタ3は、ケロシン、液体酸素を推進剤とする、デルタ2と同等のロケットエンジンを1段目に使用する。機体の全長を適切な長さに保ち、高高度での往復による、姿勢制御の問題を回避するために第1段は、短縮された。 一段目はより大きな上部を詰めるように改良されても、いる。ケロシンの燃料タンクは従来は、液体酸素タンクのように、直径8フィートだが液体水素タンクのように、タンクの全長を短縮するために直径4メートルに、された。これは、三菱重工で生産された。全長に合わせ、車頭の高さも調整された。デルタ3の上段上段のエンジンは、 液体水素、液体酸素を燃焼する高性能のプラットホイットニーの RL10 エンジンに換装された。液体水素燃料タンクの直径は4メートルで、スペースシャトルの外部燃料タンクと同様の断熱材で覆われており、三菱重工によって製造された。分離された液体酸素タンクの直径は2.4メートルで、以前のデルタロケットのものと同等である。 どちらも構造的に安定していた。セントール上段ロケットに搭載されていた RL10 エンジンはノズルが延長されて新しい RL10 バイトからに使用になった。ノズルは効率を高めるために宇宙空間上で進展する構造になっている。進展部はフランスの SEP 社によって製造された炭素複合材でできている。補助ロケットは9機あり、 大型化されている。固体燃料補助ロケットは、アリアン社のジェム -46 でジェム LDXL とも呼ばれる。デルタ2のジェムが、全長13メートルで直径が1.01メートルだったのに対して、全長14.7メートルで直径が1.17メートルであった。6機が、発射台上で点火され、3機は飛行中に点火された。 姿勢制御のために3機の補助ロケットに水力変更ノズルが備えられた。大型のペイロードに対応した新しい衛星フェアリングは装備している。これは複合材料でできており直径4メートルの上段を液体水素タンクと適合する。初期の4桁のデルタロケットの番号性が踏襲され、デルタ3は技術的にはデルタ8930として故障される。 GTO へ投入されるペイロード量は全体でデルタ2の2倍になり、計画の費用は割安になり円滑に運用できるようになった。しかし、デルタ3の初期の連続した失敗とより、先進的なデルタ4計画と C ーローンチの成功により、その技術と部材はデルタ4の開発に貢献したものの、暫定的な機体としてのデルタ3は退役した。 ファイナルレポートオブザ・コミッションオンザ・フューチャー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ・エアロ・スペース・インダストリーコミッション・オンザ・フューチャー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ・エアロ・スペース・インダストリーピアニッシモ・52 2012年7月19日閲覧デルタ3ロケット・フォールズ・ショートバッド・スティールエーサクセス・ボーイング・セーズスペース・フライトの8から24から2000 h t t p s p a c e f l y g h t n o w c o m スラッシュデルタスラッシュ d280 スラッシュ 000824loorbit.html w ハット AB ドーピングにはご用心中型から背伸びした大型ロケットデルタ3タイナビニュース2018年9月14日閲覧ありがとうございます